またしても、またしても同じ格好、毎回同じ格好なのね。あの私これが本当制服なの、着ないの。今から1泊2日でソウルに行ってきます。今夜中の24時夜中の12時なんだけど、朝ソウルに着くので、帰りが夜10時55分発だから、まるまる2日間楽しめる旅です。行ってきます。眠い。めっちゃ眠いね。空港から出ました。長かったね。でもね、飛行機ちょっと遅れて、まあ、SIM 買って設定したりいろいろしてたら今7時半です。9時ぐらいに多分ホテルに着くかな。そうね、1時間ぐらい、10時ぐらいに動けるでしょう。はい、ありますよ。ホテルに荷物を預けて、今9時半、何度でしょう、マイナス4度です。あんま寒くない。マイルストーンコーヒーっていうコーヒーカフェに行きたいんですけど、まだ開いてないんじゃない。あ、10時から、あと30分。うん、マイルストーンコーヒーを目指します。私たちはインターコンチネンタルソウルコエックスに泊まってるので、直結なんだね、駅直結っぽいね。うん、ここからかわいい交通 IC カードをゲットして、アクゾン駅の方かなに向かいたいと思います。カフェに行きます。今ね、アクジョン駅の方って言ったけど、新沙駅のカロスキルに来ました。今日ね、昼にレストランを予約しててね。そうです。そのレストランの近くでちょっと時間を潰すじゃないですけど、そんな感じでゆるり大人旅的な。韓国何年ぶりかな、最後に来たのは BTS のライブの時。どうする、 BTS とすれ違ったら。わかるかな。今日の俺は RM とキムナムジュン、どっちがいいかい。怒られる、アーミーに。アーミーに怒られる。カロスキルの中に入ってきた。人全然いないね。あ、ハイヘイヘローっていう、かわいい。かわいいね。こう、おしゃれ街やね。表参道とかの裏手みたいな。カフェがいっぱいあるね。私カロスキル来たことないかもな、今まで。俺の初韓国を楽しませてくれよ。初韓国大丈夫かな、不安だな。あったあった、マイルストーンコーヒー。
コンテナってな、はい、スコンテナさん美味しそう。シナモンとバターみたいな、かわいい。いただきます。美味しい。ようやく一息つけた。本当だね、長すぎない今日一日。まああんまり予定詰め込まずね、ゆっくりやりましょう。のんびりやる。今日はお昼にこのレストランでご飯を食べに行きます。ここは確かメインを韓牛に変えれるはず。そう、ここに行きたいんですけど、レストランの予約をするのが結構大変で、このキャッチテーブルっていうアプリをダウンロードして、でそれで行きたいお店をこのアプリ内で予約するんですけど、こうやって予約してあるので、今日はここのこの近くにあるレストランに行って、明日が現代韓国料理のレストランだよね。お昼にご飯を食べに行きます。楽しみだね。うん、今のところいいですね。いい？アテンダーは？アテンダーはまあまあちょっとまだこれからやな。カフェでしたね。よかったね。よかった。すっごい好きなカフェ。雰囲気がいいし。だって美味しかったね。美味しかった。店員さんイケメンだった。TXT の40に似てる人がいた。12時半からレストランの予定があって、それに向けて動いてるから、私たちは。ちょっと時間あるね。レストランに行く途中にある、なんかナイスウェザーマーケットっていうおしゃれ雑貨屋さんみたいな。そこに行きたい。とのことで向かっています。ナイスウェザーマーケット。ん、あ、なんかスラムダンクのプリクラ。プリクラだ。スウェットかパーカーか。いくら？48万9000円。48,000円。5万ぐらいか。かわいい。しっかりしてるね。え、かわいい。かわいいね。タオル。かわいいな。かわいい。いいね、これも。いいね、これ。すっごい広いよ、ここ。見て、あっちもあんの。これさ、歯磨きタブレットじゃない？へえ。シャンプー、固形シャンプーと。これも、あ、これもシャンプー。これちょっと気になってるやつだ。ハンドクリームとか。いや、これボディクリームなんだ。面白かった。うん、いろんなセレクトショップが集まってるお店だったね。ね、ちょっとスウェット欲しかった。でもちょっとまださ。まあ、1店舗目ですから。1店舗目ですか。今回はセレクトショップをね、巡りたいから。あんま最初からかっ飛ばしてるとね。でもここさ、うん、ブラブラ歩いてもさ、うん、面白いお店いっぱい見つかりそうやね。ね。審査スクエアというところにやってきました。多分ここにレストランがあるはず。ある？え、なさそう、ここに。え、そうだろう。うん、どこだ？どこだ。これじゃないんじゃない。建物ないもん。なんかオフィスビルっぽいんよな。2階って書いてある。どこの。多分ここだよ。ここは間違いない。あ、ありそう。あったあったあった。
あ、本当だ、あったあった、おどここ料理教室みたいな感じなんだけど、ここで合ってる。Some that granny soil, so the name is granny. And the wine name is Trent Heiss. Yes, and there's pear chip, and on top is kale tartar. We use chamomile dressing. What the? The next dish is two different dish is shimaji. It's garlic leg and pea shoot. You can pick up it in Mumbai. Thank you. It is topped with the stem of the char, and that is mixture with the sesame paste. And it is a very special sauce that is a very fresh pineapple and the lime dressing sauce. Next course is our warm appetizer about the namu and dada. So namu is all kinds of the Korean mountain herb. So. One is made out of the skin of the potato. It is like a juice almost. And it is topped with the fire torch Bordeaux and sprinkled with some pecan crumble. Bell flower. And we pairing with some special the paste on top, the green thing. Based on the beef stock and flavor with the pot wine. Mmm, delicious. 思ったよりサシ入ってて柔らかいんだけど、やっぱね、なんか赤牛っぽい感じの獣感っていうか、ジビエっぽい。ちょっとジビエっぽい感じがある。美味しい。うん。Made out of some truffle and potato. On the bottom, there is some almond crumbles. 見えないかな？2層になってるんです。これ美味しい？美味しかったですね。いやなかなか美味しかったですね。いや最初なんかさ、何だかな、ジョンシクっていうお店にさ行きたかったけど予約いっぱいで。ジョンシクだったっけ？オンジュームじゃない？あ、オンジュームの後にジョンシクもいいなってなって、でもどっちもいっぱいで。今回行ったとこ良かったね。そう、お目当ての韓牛も食べれたし、ね、非常に美味しかった。非常に美味しかった。雰囲気も良かったし、あとなんか結構このミシュラン撮ってるお店って韓国の電話番号ないと撮れなかったりとか、でもね、そもそもね、韓国のレストラン全然予約取れなかったよね。そう、予約取れなくって、でもね、ここはね、あのさっきも言ってたと思うんだけど、キャッチテーブルっていうアプリを落とせば結構簡単に予約できるから、2人でコース食べてワイン、シャンパンを合計3杯と1個デザートつけて、2人で24,000円です。かなり満足感、かなり満足感だから、おすすめです。で次はお目当ての香水、香り物のショップかな。ブラックピンクのジェニーが広告通してるブランドに行きたかったので、そこで結構爆買いしたいと思います。もう買いたいものは決まってるの。だって次いつ来るか分かんないじゃん。まだ日本で売ってないの？今のところ売ってないと思うよ。
重いか。これ気になってたから、ちっちゃいやつの3セット買う。これ、練り香水とハンドクリーム、ギフトボックスがあって、キャンドルのニート量ボックス買います。はい。イエーイ、お目当てのタンブリン。もっと買うと思ったけどな。正直ね、まだ買おうとしてるから。スーツケースの容量が大丈夫だったら、あのハンドウォッシュ買おうかなって思ってる。やった。でもこれだけ買っても1万6000円ぐらい。流行ってたね。さて、これからね、またセレクトショップ回ります。セレクトショップ回って、私たちが欲しかった日めくりカレンダーをゲットする。あるといいね。もう世界中の EC サイトを探し漁って、ようやく世界で唯一韓国にしか在庫が残ってないんじゃないか。それを買いに行きます。イエーイ。1日長いね今日。長い。今は4時ぐらいかな。これからハンナムドン。ハンナムドンっていうエリアに行きます。あの行きたいね、服屋さん、韓国のブランドの服屋さんがいくつかあるから見に行きたいと思います。スウェットとかあるかな。うん、多分あるよ。メンズもあるから一緒に行ってみよう。あっちから入るんじゃない？あれ？あ、上か。3階か。何？え、なんで？予定。トゥドゥーン。クロース。Falling deeper, cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't, just can't. 가져 내 마음을, 마저 내 가슴을 다 바쳐. 자신이 너무 걱정돼. 바보 같은 생각이야. 알아 멍청해. 상상만으로도 좋은 상상만으로도 힘든 이중적인 면을 가지고 있어. 사랑이라는 걸. Oh yeah. 行きたかったセレクトショップ行きましたが、すっごい並んでいたのでやめました。すごかったね。すごかった。ちょっと並んでみたんだけど、ちょっとゆっくりお買い物したいからやめました。残念。セールしてる人みたい。ね、すごいなんかね、日本人に人気っぽいんだよね。サンナムドンに行って、行きたかった服屋さんいっぱい回ったけど、やってない、混んでた。欲しいのあったけど、
踏ん切りがつかなかった。お買い物できず、まあ一旦ねちょっと諦めてページメールっていうポスター屋さんに行こうと思ってるんですけど、そこに私たちの欲しい日めくりカレンダーがあるので、そういう感じで今向かってます。いやせよ、あったよかったね、あってこれが欲しかったんですよ、台湾の日めくりカレンダー、よかったね、買いました。2ヶ月遅れの、やったこれが一番欲しかったもん ね正直韓国でここです。あの本当に分かりにくい、ここはウルチロサムガの11番出口の角にの2階ですね。ページメールっていうポスター屋さんです。これは嬉しい、去年から欲しかったんだよね。よし、よし、大満足大満足、もう帰ってよし来たらじゃあご飯食べ行く、市場に行くか。クァンジャンシジャンに来ました。ここでちょっといろいろ食べてからタッカンマリ食べます。来ました、どう？辛い、でもうまいわ。あ、美味しかった。はい、次まんじゅう食べたいですね。わー、これが6000ウォンです。これキムチ、これで、これが3つ、そうです、3軒目、ユケとサンナクチを食べに来ました。食べていいの？食べていいよ、初でしょ。初だね。え、これにつけんの？そう、すごい、よくこんなにいい、うん、全然ひっつかない、めっちゃひっついてる。中いっぱいです。胃の中に生きたタコが胃の中にまだ生きてる気がする。本当はこのままタッカンマリを食べたかった。私はタッカンマリを食べに韓国に来たんですけど、ちょっともう入らないね。明日やな。明日帰る前に食べて帰りたいと思います。で、今から、まあ、まだ今9時ぐらいなんで、このまま帰っちゃうのももったいないから、ここまで来たんで、ちょっとトンデムンの方をちょっとちょろっと見て帰りましょうか。行きましょう。トンデムン来ました。懐かしい。閉店間際のオリーブヤングをゲットしました。爆買いですか？そう、私の好きなね、韓国のインフルエンサーの人が紹介したものばっかり買った帰りますか？帰りましょう、はい、ありがとう、待ってくれて。おいよ。私たちが宿泊するホテルはインターコンチネンタルソウルコエックスというホテルです。カンナムにあって、駅とショッピングモール直結で、すごい大きな素敵なホテルです。まずは入って入り口にクローゼットがあって、バスローブがあったりスリッパとかついてます。お風呂が結構広くて、トイレとお風呂一緒なんですけど、広いからあんまり気になりません。シャワールームが別であって、湯船があります。そしてアメニティがなんと6スタン
ボディローションとかシャワージェル、コンディショナーとシャンプー、あとこの手を洗うソープですね。あとはヘアブラシとかコットンのアメニティのボックスとシェービングキットと、あとデンタルキットって書いてあるからきっと歯ブラシが入ってるんだと思います。それが2個あります。結構アメニティ充実してます。いい感じ。そしてちゃんとあのコンセント、ここにも日本のコンセントが使えるようになってる。よかった。変換プラグ持ってきたけど必要なさそうです。ここでコテとかも使えそう。でここのバーカウンターみたいなところも、日本式のコンセントとお水が4本、冷蔵庫も買ったものを入れてるんですけど、これは多分全部お金かかるかな。有料です。おお、部屋に有料だね。グラス類、あ、ネスカフェとティーバッグは多分無料で飲めるみたいです。ツインベッドにデスクがあって、ベッド脇のコンセントにこのなんだろう、いろんな三つ股でライトニングと USB-C と、これがあるの結構ありがたい。こんな感じ。じゃあお風呂入って寝たいと思います。とお風呂に入って今からスキンケアするんですけど、今日ちょっと閉店前のオリーブヤングに書き込んで買ってきたものを軽く紹介しながら、パックとか1枚使ってみようかなと思います。よかったら明日買い出したいので。オリーブヤングでとにかく手当たり次第10枚ぐらいかな、パックをカゴに入れて購入してきました。前回韓国に行ったのが BTS のライブの時だったから4、5年前とかだと思うんですけど、その時はめちゃくちゃ韓国コスメを調べてから行ったので欲しいものを計画的に購入してたんですけど、今回は全然そういうの調べてなくて、パッと見でこれ多分自分の肌に合うだろうなって思うものをガサッと買ってきました。まずこちら、これはダルバの白トリュフ入りの、パックですね。まあ、ダルバといえばホワイトトリュフだと思うんですけど、そのホワイトトリュフエキスが配合されたパック、アヌアのパックを2枚、まあ、ジャケ買いって感じですね。あとアビグ、グミシートマスク、ヒアルロンステッカー、なんかちょっと良さそうなので買ってみました。今日これ使ってみようかな、どんな感じなのかな。コラーゲンジェルマスク、これ両方ともコラーゲンジェルマスクだ。何が違うんだろう。なんかこの2つはクリームマスクらしいです。この白い方が美白効果、あ、こっちが鎮静みたいです。でそんな感じで9枚ぐらい、ガサッとパック買ったので、もうちょっと明日オリーブヤングとかデパートとか行った時にもうちょっと買い足してお友達に配りたいと思います。であとはこれもアビブのセドゥーム、これってこのセドゥームヒアルロンパッドハイドレーティングタッチ、なんかおまけもついてるみたいな、ヒアルロンパッド買いました。これが、ダルバのファーストスプレーセラム、スプレータイプのセラムを購入しました。あともう一つで同じダルバでこのサンクリーム、日焼け止め下地みたいなのを買いました。あとはロム&でリップ購入したんですけど、これがグラスティングメルティングバームっていう名前のリップで、もう唇がチュルンチュルンになるっていう口コミをツイッターで見て2色買いしました。つけ心地滑らかでツヤンってする系のリップ大好きなんで、06番と05番ピンク系とオレンジ系2つ買ってみました。なんかこの内側の部分グミみたい、確かにプルプルしてる。これはヒアルロン酸配合でお肌の潤いをケア、軽いアンプルタイプのエッセンス、さっぱりとした使い心地、朝に使用したらメイク塗りが良くなるって書いてる。あれ朝にやればよかったで、やっぱりなんかたっかんまり食べればいいから1泊2日でいいやと思って、今回このピーチのこの航空券見つけて韓国急に来たんですけど、こういう行きが早朝で帰りが夜発の飛行機だったら週末とかに友達と1泊2日とか行けるからめっちゃいいですよね。美味しい韓国料理だけ食べ行こうとか、そういうことができるじゃないですか。体力的には結構きついけど、
明日も朝早く起きて、起きれればなんですけど、カルブクス食べに行って、レストラン行って、カフェ行って、雑貨屋さん行って、帰りにタッカンマリ食べるっていうのができそうな感じなので、楽しみ。とにかく早く寝たいと思います。また明日。おはようございます。おはようございます。大寝坊です。大寝坊しました。まあ、なんとなく予想はついていましたけど。9時40分とかに起きて、今、11時20分です。ちょっと朝のね、朝ごはんのカルブクスはいけなかったんだけど、このままカフェに行って、その後レストランに行きたいと思います。はい、今、カフェに向かってます。はい。カニラテみたいな、蜂の巣の、めっちゃ美味しそう。これをかじるの。あのトレンチ56,000円。かわいい。待って、かわいい、かわいい。何入れんのこれ。何も入れない、入れないんだよ。めっちゃかわいいバッグ。キャップ欲しい。かわいくない？そういうやつの方がさ、あ、確かに結局かぶるよね。あ、ほら、好きな V さん、 V さんだ。あ、好きな V さん。RM ね、RM。RM ないかな。あ、これ気になったカバンだ。今から、レストランにご飯食べ行きます。今日行くところは韓国の現代創作料理みたいな感じだったと思う。キャッチテーブルっていう、そのレストランに予約するアプリで、韓国料理のカテゴリーの中に入ってたレストランです。Rice is fish rice. We don't cook it. It's not.
食の方、ね、昨日のところは普通に料理のクオリティが高いんで、うん、ここはなんか韓国らしさがあっていい。私も大好きなナスベリーソルテクトな、ご飯食べ終わりました。で、今から昨日閉まってたナッシンリッドに再挑戦します。今日は空いてるみたいなのでちょっと行ってみたいと思います。ナッシンリッド空いてるかな。空いてなかったら泣いちゃう。さて空いてるでしょうか。かわいい。そして多分空いてそう。行きましょう。おめでとうございます。浮かれポンチキ可愛くない。いいね。ディテールが可愛い。形もきれい。帽子も買っちゃったよね。浮かれ帰国前にタッカンマリを食べにトンデムンのタッカンマリストリートに来ました。着いた。ここです。タッカンマリストリート初めタッカンマリ、これをために私はここに来たんですよ。ネギを追加しました。楽しみです。15分待ちます。これ何。これタレをね、タレが多分なんかニンニクみたいなのが入ってきて辛いやつ。こっちじゃぶっ飛んで久しぶりすぎて忘れちゃった。どんな感じですか。醤油入れて、あとは酢かな、しょうが汁。これに取り付けたの。そう、高いやつ。おいしい。美味しかったですか。美味しかったです。これで心置きなく帰れる。Yes.
定のドリンクで、これがライラックドロッサムティー。これがなんかブラウンシュガーのラテみたいなやつです。結構ミスターバまもなくボーディングです、うん、10時55分発のピーチに乗って羽田空港に戻ります。今回の1泊2日の弾丸での韓国旅行 Vlog いかがでしたでしょうか。今回はちょっと緩めの旅程で回ったんですけど、1泊2日でも結構いろんなお店に回ることができてかなり充実した旅になりました。レストランに行ったりとか、あとはセレクトショップとかにも行ったりしたので、これから韓国旅行に行く方の何か参考になることがあれば嬉しいなと思っています。また今年はたくさん海外旅行行こうと思っているので、次の旅行 Vlog もぜひ楽しみにしていただければと思っています。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ミクでした。